おはようございます。今日は私の方から特にございます。感謝日経新聞の池田です。質問の前に先日100日誕生日おめでとうございます。一日遅れました。クラブ大統領とお話しております。ありがとうございました。クラブ大統領としておっしゃってください。それで感謝質問です、はい。PPP のお金不安の審議が当然に書いておりますが、はい、改めてその大臣として PPP レベルの必要性を見切っておっしゃってください、はい。で一方でですね、先日このセッションに来てましたが、アメリカの農務省の秋の担当大、担当次官が、報道各社のインタビューで日本の農産品の関税が高いという発言されたんですけれども、7月にはがあれば、やはりでその中でその日米でですね、その関係について取り合えるという余地はまだあるんでしょうか。はい、まずTPP11 協定、案がですね、国会で承認をされたということですが、TPP11 そのものの重要性について、私の方から説明するのは適切かどうか分かりませんが、農林省としてはですね、総合的な TPP 等関連政策改革に基づいて、万全の対策を講じていくということで、農林漁業者の方々の不安や懸念というものもまだまだあろうかと思いますので、それにしっかりと向き合ってですね、しかし同時に新たな国際環境というものがありますので、そのもとでも安心して再生産できるようにですね、全力を尽くしていくというのが、今の私の心境であります。それから農務次官の発言については私も報道で承知をしておりますが、私と月曜日に表敬を受けたので機能ない意見交換を行ったところでありますが、私の方からは私の発言は少し言ってもいいと思いますが、 TPPというのがいかにあり、日本にとってもアメリカにとっても、そして世界秩序にとってもいかに重要であるかという話はさせていただきました。でただ向こうの方からの発言は私はちょっと控えたいと思っております。でペパルの議題がどうなるかというのはまだ決まっていないので、そういった話は、具体的に提示したわけではありませんが、いずれにしても FFR というのは日米 FTA ではないし、その良い協議はないという認識のもとで、私どもはこの協議を応じていきたいと思います。ありがとうございます。感謝会長です。感謝さんお願いします。朝日新聞の朝日です。昨日公取の申し入れに関連してなんですけれども、現職の職員がですね、情報を漏洩していたという点は、非常に問題ですし、昨日も大臣の処分ということでございました。それで、もう一点としてですね、元職員がですね、10社に大臣で、相互に、入札参加の履行を確認したという、いわば談合ですよね。それで、その元職員ですから、処分とかは及ばないわけではないですが、そういった毎年退職者がいてですね、こうした建設業者に再就職するということはあるわけですね。まさにここがこの構造的な問題だと思うんですけど、だけどその辺についてはですね、どうやってこの改善していくのか。ですね、まずですね、談合っておっしゃいましたけど、公取は談合とは言っていないんですけれども、これ昨日も少し、プレスさせていただいたと思いますが、農林水産省でも調査をしているわけですが、強制調査できないので一定の限界あるんですけど、その調査の中ではですね、そのような、事実は確認されていないので、今回公取の方から申し入れありましたので、まずその公取が調べられた事実関係というものをよく伺った上でですね、必要な追加調査を私どもとして行って、まずは事実関係を確認したいと。それではそこから始まります。具体的にはその元職員に対するですね、聞き取りということもあるんでしょうか。ちょっとそこはどういう形でですねやるかっていうのは、もう少しご協力を聞いてから考えたい。昨日の今日ですか、申し上げました。
ございますか。あの今とはまた関係ないですが、公務員のですね、副業ですね、はい、副業、副業、はい、うん、あの公共性高いものは認める方向みたいなことが報道でも出ておりましたけれども、ね、その辺大臣どう思われますか。いや、農水省出先にも全部いろいろ、いや基本的には公務員が処分専門で、ね、しっかりと仕事をすべきだと思っておりますので、その原則のままですね、どこまで、認めるかということでありますので、まあ、公務員全体の話なんで、それ今私は公務員に控えたいなと思いますけど、まあ、基本は処分専門だと思います。はい、ございますか。NHK の藤谷と申します。話また大きく変わるんですけれども、はい、まあ、うなぎの関係なんですけれども、まあ、牛の日まで、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいというところになっていてですね、まあ、片手の影響、まあ、周年養殖と大変養殖の話になって、そこまではないっていう話ではあったんですけど、今足元でちょっと高くなってきているという現状もあってですね、でも、この夏の牛の日の高騰への懸念って消費者の中で広がっているのが現実だと思うんですけれども、まあ、そのあたりについての以前もですね、話を申し上げたと思うんですけれども、今期のですね、前半の不良が大きかったものですから、かなりそこで皆さん心配になったところがあると思うんですが、まあ、結局4月末時点で、この病気を振り返ってみますと、14トンシラス麺が取れまして、まあ、昨年同期の 19.5 トンを下回ったわけではありますけれども、後半は盛り返してきているということであります。まあ、池入れが3月をピークにですね、まあ、進んだということもあります。まあ、以前からお話をしておりますように、まあ、今年の土用に出回る人というものは、まあ、昨年育てた、採捕して昨シーズン、採捕して育てたものがありますし、それから、まあ、輸入もありますので、まあ、今年の夏にですね、大きな供給というものが生じるということは考えにくいわけでありますけれども、したがって今年の夏の需要量においてはですね、まあ、一定の供給が確保されるというふうに考えているんですけれども、まあ、来年に向けてですね、シラスウナギの入手に不透明感というのは当然あってあるわけでありますので、まあ、養殖業者や流通加工業者の出荷抑制というものによってですね、価格が上昇傾向にあるというふうに聞いています。まあ、養殖中のウナギですとか冷凍の在庫のウナギをですね、どのように販売をしていくかというのは、まあ、それぞれの経営判断によるものではあるもののですね、当初といたしましては状況を注視するとともにですね、まあ、今後のことも考えてその相手するというものについて、まあ、養殖業者や流通加工業者等と意見交換をして注視をしていきたいと思います。ありがとうございます。日本の牛、DPP の話に戻るんですけど、野党からはですね、他が DPP に2個目なくなった場合の見直しが私の時にできるということと、DPP でも承認がですね、日米交渉の発射台になって、さらに深掘りをですね、求められる台というのは、まあ、こういう発言があったと思うんですが、ここにはどう答えられますか。まずですね、前半のその、アメリカがこう入ってこないということが確定をした場合、今5年ですね。これについてはこれも従来からですね、説明をさせていただくようにですね、まあ、一定の歯止めの仕組みをこの間の最終合意の時に、第6条に基づいて見直しているですね、まあ、あったわけでありまして、そこについてはですね、内閣官房からですね、こういう形で日本の主張がですね、認められているということを私どもは、まあ、聞いているわけでありますので、まあ、それをしっかりと
受け止めさせていただいているということでありますので、それが違うような結論になるということは考えません。それから、今おっしゃった、アメリカからさらに深掘りを求められるのではないかということにつきましては、これは総理も申し上げていると思うんですけれど、まあ、とにかくTPP というものであるから、農林水産物もですね、いろいろな対応をしたわけでありますので、そうじゃないということになればですね、TPP と同じような、対応をするということも難しいと私自身は思っていますので、まあ、そもそもアメリカと、FTA はやるつもりはないということでありますので、仮定の質問にはなるのかもしれませんけれども、まあ、今後とはそういうおっしゃっておりますさっきのうなぎの件なんですけど、去年から何度もうなぎの話が出てるんですが、大臣、毎回、今年の夏は大丈夫、今年の夏は大丈夫とおっしゃってるんですけれども、国が懸念しているのは、安く食べられるかどうか、高騰しないかどうかということよりも、来年以降の資源の枯渇はどうなのかという部分の方が懸念だと思うんですけれども。でまあ、うなぎは、まあ、天然資源量の増減が非常に読みにくい魚っていうのは分かってるんですけれども、まあ、資源の枯渇を心配して国民に対して安心して食べているのかどうかというあたりは、メッセージとしてはどうでしょうか。まあ資源のですね、枯渇についてはですね、まあ、これも順次申し上げているように、まあ、国際的な管理をしっかりしていく、それから日本での規制をしっかりしていくということに尽きるわけでありますけれども、いずれにしてもですね、来年どうなるかということが分かれば、はっきり言って苦労しないわけでありますので、私どもとしてはですね、その一つ一つ、状況を踏まえながらですね、対応していくということを被害にないんですけれども、ただ全体の資源管理は国際的にやらなくてはいけないので、それは従来、努力しているようですね、まあ、日本各国で、各国というか地域もありますけど、そこで、きちんと議論して、枠組みで決めて、それを守るということで管理をしていくということだと思いますね。で、それを下回るようなその資源の変動というのは読めないですので、だから大丈夫だとも言えないし、大丈夫、いや、ないとも言えないというか、そういう状況だと思うんですけども、ただ、今年の夏に関してはですね、さっき申し上げた。今の関連なんですけれども、今月食育月間ですよね、はい、まあ、うなぎもそうだし、マグロも大臣そうだと思うんですけれども、はい、今日常的に食べる食べ物になりましたよね、はい、昔ってうなぎとかマグロってそんなに普段から食べるものじゃなかったじゃないですか。そういう意味でその食べ方みたいなところもですね、その食育とかその持続可能という意味が大事だと思います。そうですね、その辺はどういう意味ですか。まあ、私はですね、まあ、食品ロスの問題も含めて食育ってすごく重要だと思って、おりますし、それから資源管理をしっかりやっているものであればあることですね、食品ロスでそれが出るということについてはですね、やっぱりよくこの認識をしていただきたいなと思っていますので、そういう観点からの食育というのもですね、すごく重要ではないかな